クノールクノールはドイツ発祥の食品、飲料のブランド、乾燥スープで知られる。現在の所有者はイギリス・オランダの多国籍企業ユニリーバで、クノールはユニリーバ最大のブランドである。日本では味の素の子会社であるクノール食品がライセンス生産を行い、味の素が販売を行っている。クノールのビル、ハイルブロンクノールのエンドウ豆スープ1838年。 ドイツ人企業家のカール・ハインリッヒ・クノールがドイツ南西部のハイルブロンで創業。その後1907年に工場をスイスの大元に移し、世界初の乾燥スープを生産した。当時のパッケージは円筒形の紙巻きで、クノールのロゴはこのパッケージを図案化している。ヨーロッパでは今もほぼ同じパッケージで売られている。1948年、赤い服と帽子に身を包んだ クノールのキャラクター、クノーリが広告に初めて登場。スイスのデザイナー、ハンストマミヒエルが、親切な山の精をモチーフにデザインした。クノール社は、その後、1958年にコーンプロダクツ、インターナショナルに吸収合併され、クノールは、同社の主力商品となった。CBC は1998年にベストフーズに、社名変更。しかし、 ベストフーズは経営悪化し、多大な債務を負った。2000年にユニリーバに買収され、ユニリーバベストフーズに社名変更した。この買収によりユニリーバは食品会社としては世界第3位から第1位となった。日本では味の素の子会社日本コンソメが、1963年に CBC の出資により合弁化し、日本食品工業となった。 よく1964年にクノールスープを発売。1965年にクノール食品に社名変更。1987年に味のもとはクノール食品を100%子会社化すると同時に東南アジア6カ国の CPC 子会社7社を50%合弁化した。その後も c b c との提携は続いたが、合弁会社の株はベストフーズ買収の際に ユニリーバに売却されている。また、これ以外の主な提携企業として、三菱商事等がある。オランダでは、クナスボルシェスのブランドとしても知られる。発祥のドイツ語の発音は、KNR で、日本はこれに準じている。英語には、KN という発音は存在せず、KN の綴りは、単に N と読む子が多いので、クノールを N と読む人もいるが、CM などでは、 K の後に母音を挿入して、KN と呼んでいる。ありがとうございます。